こんにちは、ハロベコツインズ姉のカコと妹のアコです。今日はハロウィンという名のお寿司パーティー。我々の大好きなお寿司をコストコで買ってまいりました。普段はよく生放送とかで食べてるんですけど、うん、今回は動画で、そう、ね、初めて食べる、こういう感じで動画にしたことないから、うん、ちょっとしてみようかなと思って、ちょっとね、ハロウィン要素も視聴者さんからいただきました。かわいい、ハロウィンユースここだけっていう、うん、あとプラスでパンプキンパイも買ってきたので、そちらが今回のハロウィンユースになっております。では登場してもらいましょう。はいはい、ということでここにお寿司が1人約100貫あります。こちらを食べていきたいと思います。では早速いただきます。こちらがお寿司のネタとなっております。見えますか、この油、油輝くホタテ、おお、美味しそう。まずはマグロ、美味しい、本当に美味しい、うん、つけただけで醤油に油が浮かぶんやもん。肉厚なので、もう歯ごたえっていうのがすごいんよね、うん、柔らかいけど歯ごたえがある、うん、次は、イカ、イカもね、とろけるな。昔は飲み込めやんくて、イカがちっちゃい時は嫌いやったんやけど、うん、柔らかくて飲み込めるからね。でも、イカは美味しい、切り目も入っとるし、うん、甘い。続いてはエビ、もうエビもめちゃくちゃでかくてね、うん、しかも何がいいって尻尾が切ってくれてあるんです。もうだからこうやって食べて、こうやってこうやってする作業がいらない。続いてはハマチ、おいしい、美味しいしか言ってない。油の塗りがね、ちょうどいいの、感謝しかないですわ。うん、ネタがね、もう本当に大きいんですよね、一個の。続いてはタコ、タコもね、昔本当に嫌いで、これも理由が飲み込みやんから、うん、でも飲み込める柔らかいから。タコのお刺身とかでしか食べたことなくってさ、うん、お寿司で食べることあんまなくて、まあ、コストコのお寿司でタコ食べれるなんて好きになった、うん、続いては大好きなサーモン、うん、コストコのサーモンは本当に美味しい、段違いにとろけるね、油の乗りが最高、こんなに美味しいサーモンが食べれるなんて本当に嬉しい、うん、シャリに対してこのネタのデカさ、うん、続いてはホタテ、とろけます、もう生グズとか何にもないし、もうほんとにただただ分厚さ、大きさ、シャリも結構大きめなんやけど、うん、それに引きを取らんぐらいネタが分厚いかったり大きかったりする、うん、続いては卵焼き、めちゃくちゃ甘い、甘い卵焼き大好きやから、もうめっちゃでかいから、多分普通の女性の方とかやったら多分一口で食べれへんぐらい大きいと思う、うんうん、続いてはネギトロ巻き、このネギトロ巻き美味しいポイントはもうネギトロもとろけるんやけど、大葉がね
そう入っとるんです。すごいさっぱりしてキュウリのシャキシャキと大葉がめっちゃ合う、うん、一つ目完食。さらダメです。さらという数え方はマジかな。マグロを食べられた時に私が思い出すのは、小学校の時に伊藤家の食卓っていうテレビがすごい流行っとって、毎週見とった、うん、裏技とかいっぱい裏技があって、うん、その裏技でマグロにマヨネーズを塗って、うん、一晩やっけ寝かせたら冷蔵庫入れて、でそうするとなんかトロになるみたいな、うん、そうなんやってなって、その家にすぐもうすぐさま実行した。そう、もう試したいってなって、うん、めっちゃ美味しくて感動して、うわーってなったんやけど、トロやってなって興奮しちゃったんやけど、今振り返ったらトロ食べたことないね。ただ本当でもトロ来てもらうからだって、うん、すごい脂がある感じで美味しくなるんやけど、うん、なんかその当時はさ、うわトロやみたいな、トロ食べたこと何年、トロやって叫んどって、もう今振り返るともうなんで足知らんない人は騒いでないのと思ったね。でもテレビの人たちがその、うん、わ本当にトロの味がするって言っとったから、そうなんやって言って、あの時の美味しさ忘れやんね。だからハマってなんかマグロとか買うたびに自分で作ってやっとった。いつもね水なんですけど、今日はお茶です。これもう私ほんと青が作ってくれるお茶がめっちゃ好きで、でもただ普通に水出しのお茶のパックをね入れて水でやってるだけなんやけど、美味しいって言ってくれるからすごい嬉しい。美味しい。ハロウィンって周りがなってるから、ハロウィンっぽいことした方がええんかなって思うけど、そういうの経験ないから、うん、せめてねこういうちょっと視聴者さんから見届け物ですが、こう置いてみたりとかしてね、服もちょっとそう、ちょっと今日ハロウィン意識してみたんです。どうですか、このハロウィンっていうか、まあ芋10月9月10月さつまいもが美味しいやんかね、あの外の皮で中の中身ね、何言うとんねんって。でもね、こうディズニーストア行った時にめっちゃ可愛いと思って一目惚れして、ロンドンといえばででーん、ピーターパーン、もうめっちゃ可愛いじゃないですかこれ、みんなが飛んどって見て、もうピンクもおるし、もうこれ見た瞬間すごくだって、やっぱ色がさ好きすぎて、そうこうなんて書いてあるんだっけ、オールイットテイクイズフェイスアンドトラスト、あの間違ってたら全力でコメントでお願いします。違うよって、見た瞬間に青とか黄色とかね、そうこういうピクサーモールみたいなこういうのだから、この色がガチャガチャしてるのがめっちゃ好きで、ガチャガチャしてるのって感じなんだけど、見た瞬間グバーってなって、で私もねこれアグラバーといえばティティーン、アラジーン、これもうトラストミー、これめっちゃ売れとって、ポーチがめっちゃ売れとって、アラジンのさ、実写自体人気やん。うん、背中向けハマっちゃうの。このさ、言葉がいいやん。トラスト見て、僕を信じろっていうあの名言がね、かわいいやと思う。このタッチが好きなんやね。この絵のタッチ。タッチが好きなん。そう。しかも色も私、紫とかが好きやから、うん、ちょうどお互いで同じ好きな色やって、そう。もう一着買っちゃいました、私は。ここで3番といえばマヨネーズ、卵のマヨネーズを拡大頑張ります。ずっと言ってみたかった、マヨネーズ裏切らん、めちゃめちゃ美味しい。オニオンが欲しくなる、あのよくあるサーモンマヨオニオンみたいなやつあるやん。光り輝くサーモンと黄金のマヨネーズ、
使い方つばいてる。大丈夫、よし。よし。最後の一口。はい、完食しました。イエーイ。では一旦ちょっと完食でパンプキンパイを持ってきたいと思います。いっぱいお渡ししました申し訳ありません。ポンコツがゆえでも救える部分は救ったんですけど、冷蔵庫にぐちゃぐちゃやからうずせやんから冷蔵庫にしまってるので、落としたけど食べれる部分は冷蔵庫にあります。多分美味しいんやろうと思う、うん、見た目がそうやったから、タルトやったし、うん、パンプキンパイやし、うん、だから皆さん買ってください。ちょっと、ね、ハロウィンパーティーって言ってね、その用意したパンプキンパイを、唯一のハロウィン要素であるパンプキンパイを落としてしまうというじゃあね、まあしょうがないことですが、楽しいパーティーでした。ありがとうございます。はい、また機会があるときに、その期間内にパンプキンパイを、ね、多分来年とかもあるかもしれないし、うん、またそうで31までに行けたら、うん、いいなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。 Twitter と Instagram もやっているので、よかったらフォローお願いします。バイバーイ、バイバーイ。皆様はハロウィンを楽しんでね。ね。